最近はリトルリップシアターだけじゃなく、なんとなくニューヨークの街全体に元気や活気がないっていうか。まだまだドラマが見えてきませんね。情念のようなものが加わると。どうすれば情念は湧き出るでありますか？例えば身も心も焦がすほどの恋でもすれば湧き出るかもしれませんね。恋？でっかい男になるために降り立ったのは夢と希望の新天地、ニューヨークだ。相変わらずだな、織姫は。じゃあスバル、スバル久しぶり。オーシュの作品って何だ？なんでそんな早く解散したんだよ。それを聞いてどうする？ただの昔話に過ぎない。出会った関わった人たちの考え方や人生まで変えるほどのサムシングエルスを持った隊長さんにね。みんなの力が一つになれば必ずできる、そう信じています。せーの、サクラ大戦ニューヨーク星組ライブ2011、星を継ぐもの、オーディオコメンタリー、イエーイ。そうだ、こっちゃったよ、こっからの流れ来ちゃったよ。ここすっごい練習してなかった。そう、もう捕まえに練習したよね、多分一番、うん、溜めてる、溜めた。お稽古場で、はい、ある日 T シャツに手を突っ込んで、首元から、パッと手出してフーってやったから、パパ何あれ、胸毛胸毛抜いて飛ばしてんのって言ったら、違うバラだよって言って。胸毛ないしね。ここで一回つなげるのが、やっぱ今回のすごい、結構私はここがすごい好き。私もわかる、しかもダンサーさんも同じ列でっていうのが、そうね、みんなとの絆を感じて、うん、からまたかっこいいですよね。このロングトーンやってる時はこれ非常に苦しいんです。え、本当、ね、もう楽しそうに歌ってんのに。いやいや、もう息継ぎができなくてね、なかなかね。この時はステップが合ってるかどうか分からなくて。何これ、これが俗に言われている純恋さん。そうね、純恋さんご存知ですか？知らん、知らんがな。何できる。どんなにワクワクするの。一番腰に来る、一番腰に来る。笑った。なんか女王様みたいな感じですよ。ね、サジータさんを選ぶんですよ。いよいよ最初の看板です。はい、これからスタート、うん、頑張ってきまーす。はい、ロフィル、スタンド、私たち3人合わせてスリーカーズです。キュー、今までのようにサニーさんに言われているとは言えない。はい、わかるんです。それでも僕はやりたいんです。